中山競馬場62,000人、第45回の皐月賞競走を見守ります。22頭の出走で距離2000メートル。大川さん、はい、展開なんですがね、行く馬、はい、ドーカンテスコモンテジャパンでしょうか。まあそんなところだと思いますが、枠順がインコースで有利なだけ、1番のグリーン嵐、はい、これもかなり前へ行きますし、ブラックスキーも前へ行くような競馬になると思いますね。はい、あとはそうストロングアローというこんなところが前を形成するんじゃないですか。そうですか、はい、締め切り直前、対象人気は13番の美穂新山です。 2.9 倍、圧倒的な一番人気になっています。さて、うちの方で須田ホークが入りました。関西馬第5突撃もゲートに誘導されてビンゴチムール。さて、最後は大外はコランダム、あと1頭です。さあ、枠入り完了、三冠へのスタート、皐月賞です。ゲートが開いてスタートが切られました。揃いました、22頭きれいなスタートを切っています。まず正面スタンド前の先行争いに移ります。真ん中から押してドーカンテスコが出てまいりました。さらに3番のブラックスキー、郷原も積極果敢に前に行きます。そして14番玉野キャプテンが行きました。玉野キャプテンとそしてドーカンテスコ、この2頭が前へ行きます。さらに後ろキングも外目を通って前の方に行きます。あと7番のスーパーグラザード、この辺りが先行集団、内にブラックスキーがつけております。そのブラックスキーの後ろにぴったりとスクラムダイナがつけました。その外側に三好新山であります。人気馬が先行策、前から6番手7番手といったところであります。2コーナーのカーブに向かいます。さて、2コーナーのカーブに向かいますが、先頭からご紹介しましょう。先頭に立ちましたのがドーカンテスコ、リードが1馬身があります。そして2番手に浜野キャプテンがつけました。3番手ブラックスキー、その向こう側を行きまして釧路キングであります。内側にスーパーグラザードがつけました。向こう行って三好新山であります。三好新山が先頭から6番手を進みます。この辺り集団になっていますが、スクラムダイナがいます。スクラムダイナの外を通りまして、ジョーダッシュかトレードマークが上がっていった。さらにストロングアローも内側から上がっていこうというところであります。その外を通りましてブラックスキーがちょっと後退加減であります。そして後方の方から行った馬がビンゴチブール、そして外を通りまして第5突撃であります。早くも3コーナーのカーブにかかりましたが、前の方がまだ固まっていますが、枠の2頭が抜けました。ドーカンテスコ、そして三好新山であります。三好新山が早くも2番手に上がりました。三好新山が早くも2番手、そしてその後ろにぴったりとトレードマークがつけています。トレードマークがつけている三好新山は早くも2番手から先頭に躍れようという勢いであります。三好新山が早くも先頭に立った。三好新山が早くも先頭に立った。その後ろからスクランダイナ追ってくる。そしてシトキングもやってくる。第4コーナーをカーブして直線コースに向きました。三好新山が果敢に先頭に立ちました。三好新山先頭だ。三好新山先頭だ。さあ、先頭は三好新山。三好新山トレードマークくる。トレードマークが突っ込んでくる。そしてシトキング外からスクランダイナ200を切った。三好新山完全と先頭。三好新山が先頭だ。そして後ろからブラックスキーだ。ブラックスキー、そしてトレードマーク先頭は完全に三好新山。三好新山先頭だ。外の方から9番のスクラムダイナ、スクラムダイナ2番手に上がった。勝ったのは三好新山、4戦4勝です。三好新山4戦4勝、また無敗の皐月賞馬が誕生いたしました。三好新山です。